佐藤美久の女優道始まります。皆さんこんばんは、佐藤美久です。ジメジメと雨降りが多いこの梅雨の季節は、お掃除もですねお預けと思っている方が多いのではないでしょうか。でも実は雨による湿気が多い梅雨はお掃除のベストシーズンなんだそうです。理由は3つあります。1つ目が、適度な湿度が壁の胞子などの飛散を抑えられる。そして、2つ目が、静電気が発生しないのでホコリが取れやすい。そして3つ目が、夏と秋が最盛期となるダニの発生の予防になるだそうです。そして、大掃除シーズンである12月は、乾燥して静電気が起きやすいことと、気温が低く油汚れも固まりがちなため掃除にはあまり向いていません。それに比べて梅雨時はですね、雨降りが続くと、レジャーでの外出も控えがちになりますし、長雨の続く週末は、家族でお掃除して過ごすのも、梅雨時の過ごし方の一つなのではと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。さて、私佐藤美久は普段女優タレントとして活動させていただいております。トピックスとして、現在予告編が公開中の私の主演映画22世紀寓話が今年9月にブルガリアの首都ソフィアで開催される東ヨーロッパ最大のサブカルイベントアニベンチャー2019にて世界初上映が決定いたしました。そしていきなり東ヨーロッパから千葉県のローカルにはなりますが、今月今お聞きの佐藤美久の女優道と同じく市川うらら FM さん、毎月第2、第4日曜お昼12時から放送中の北野しおりのリアルドライ、第1、第3金曜日夜にネット配信番組 MeToo ショーでは、カタカナ佐藤美久というネットアイドルという設定でゲーム生配信番組もやっております。そして豪華クルーザーアルカディア号のイメージキャラクターを務めさせていただいており、こちらもアルカディア号のホームページのチェックお願いしておきます。それでは今回の最初のコーナーは、ミクの独り言。さて、このコーナーは気になるニュースやテーマを決めて自由に思ったことを話しさせていただくコーナーです。ただしあくまでも私の独り言ですので、あまり気になさらない範囲でリスナーの皆様に共感いただければ嬉しいです。今回は別に私が25歳になったからというわけではないんですが、6月ジューンブライドについて、お話しさせていただきたいと思います。6月に結婚する花嫁は幸せになれるという欧米の言い伝えであるジューンブライドは、日本でも1960年代頃からウェディング業界や、ホテル業界から広がり始めたようです。しかしながらこのジューンブライドは日本では、梅雨の時期で、実際のところ、6月に結婚は多いのかというと、経済産業省の統計によれば結婚式場業の、取扱件数はですね、秋や春に多くて、真夏や年末年始は多くなく、やはり結婚式は爽やかなね、過ごしやすい気候で、列席者の予定も合わせやすい時期が人気のようです。そしてジューンブライドの6月は12ヶ月中、7位、やはり、日本では季節柄ね、あまり多くないようです。一方で必ずしも結婚式と入籍の時期が一致するわけではなく、こちらも、厚生労働省、人口動態調査によると、入籍は3月に最も多くて、11月、12月、7月、5月と続いています。必ずしも結婚式の多くない月も上位に上がっていますが、入籍はひな祭りや、クリスマスなど何かのイベントと合わせたい方も多いかもしれません。言い換えると、入籍はしても結婚はしないという方が増えており、リクルートブライダル総研の結婚相談意識調査、結婚総合意識調査によれば、挙式や披露宴、披露、パーティーなど、いわゆる結婚式の実施率はですね、2014年では 70.2% でしたが、2017年では 65.2% へ低下。
実施率は、年齢が高いほど下がりますので、晩婚化の進行で、結婚式をしない地味婚が増えているようです。ただし、親族中心の食事会や、記念撮影などを含めると、結婚を機に、何らかのセレモニーを実施した割合は2017年で 85.2% ですので、全く何もしない方は少数派のようです。また地味婚には、若年層の経済環境の厳しさも影響していると言われています。ここ数年はアベノミクスで企業の業績は改善し、新卒採用が、積極化するなど、若者の雇用環境は良くなっているものの、1990年代初頭と比べると非正規雇用者は増えてますし、正規雇用者でも年収が伸びにくくなっています。そんな中で、初任給で結婚式という謳い文句で、格安で挙式や披露宴ができるブライダルサービス、スマコンです。こちらのスマコンのショールームは2009年に大阪でオープンしてから全国各地に増え、事業は順調に拡大しているようです。やはり若者の、スマコンニーズは拡大しているのかもしれません。ということで、そうですね、あまりまだ結婚という言葉にあまりまだ実感というかはあまり私もね、まだまだ、お相手もどうなんだろう、するのかな、まず結婚っていう感じなんですけれども、まずちょっとね、違和感というか、この派手婚とか地味婚のこの言葉に対してにちょっとね、私はね、違和感があるかなっていうふうに、はい、思いますね。はい、でも、でもそうですね、なかなかね、経済的に難しい。私の周りのね、中学校の同級生とかの子も結構やっぱ地味婚というよりかは結構なし婚のね、子たちもね、私の周りにはいるので、あとはお金貯めて、あとはフォトだけ、ウェディングフォトを撮るっていうのもね、あったりしますので、やはりこうね、時代がこうね、過ぎていくにつれ、こういろんなね、ことがね、新しくね、出てくるのかなっていうふうに思います。はい、以上、ミックの独り言のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私、佐藤ミクがいろんなメディアでフィーチャーされたり、注目されている方々、メンバーについてミク的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して、今月の推しメン。今回、推しメンは男女問題研究家として今話題の女性、金田秀子さんにお越しいただきました。金田秀子さん、本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは、まずは、金田秀子さんについてですね、いただいておりますプロフィールをもとに簡単にご紹介させていただきます。はい、金田秀子さんは東京都のご出身で、女子学院中学校、高等学校を経て1974年に成蹊大学を卒業、ティアック株式会社に就職。その後ご結婚され、専業主婦になられるも、1997年に起業され、カチューシャや、シュシュなどのヘアアクセサリーを、製造する株式会社ニジエールドーレを設立。その後、持ち前の面倒見の良さから、夫婦問題の相談を受けることが多かったことから一念発起され、コミュニケーション論やカウンセリング技法を学ばれ、2010年には夫の浮気相談室というサイトを立ち上げられ、独自の理論から導き出したその解決法により、設立した。翌年には相談件数が700件を、超えるという事態に、現在は夫婦間の問題解決や広く、男女、親子関係のさまざまな相談を受けながら、相談員の育成も手掛けてらっしゃいます。そんな人生の大先輩であるとともに、私にとってはまだまだ未知の世界をですね、ご存知どころか、それで発生しているいろいろな問題の解決のためのアドバイスまでされてらっしゃる方をお迎えして、とても緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、まずはですね、はい、そもそもこの男女問題研究家というのは、簡単に言うとどういったお仕事なんでしょうか。男女の人間関係、はい、恋愛とか、結婚の中で起きるトラブル、はい、これを
解決するためのアドバイスをすることと考えております、はい、なるほど。で具体的にはこうどういったことをされているんでしょうか、はい、まずね、お話をたくさん聞きます。あ、はい、でその中であのご本人がこれが問題だと思ってることはもちろん、うん、あのそうなんですけれども、はい、ご本人がこれは問題でないと思っているのが実は大変な問題であるということが結構あるんですよ。だそれを見つけて、はい、アドバイスを差し上げるということですね。ご自身自分でも気づかなかったところ、そうなんです、海田先生と話することによって気づく、はい、相談者の方は気づいていないという問題結構たくさんあるんですよ。そうなんですね、はい、であのなぜこういったこの男女問題をこう研究しようと思われたんですか。研究というかまずは学生時代から割と、はい、あのいろんな人に相談されてたんです、そうなんですね、で最初は恋愛相談だったんですけど、はい、まあ、年月経つうちに、はい、ね、年を経て結婚していくと、はい、今度夫婦問題、はい、でやっぱり夫婦問題の中では浮気は、ね、あの大きな問題で結構あの多いですね。あ、そうなんですね、はい、でこういろんなこう幼い頃からこう結構こういろんな方に相談というか、うん、そうなんです、なんか相談され体質みたいな感じ、そうなんですね、なんか相談しやすいというかこの人に相談すると答えが返ってくるかなとか聞いてもらって嬉しいというなんか雰囲気が出てたみたい で、でこうお子さんの頃子供の頃っていうのはどんな子、はい、女の子でした。子供の頃、はい、おせっかいでしたね。あ、そうなんですね、はい、それとあとあの運動でも あ、はい、あと勉強でも、はい、一番になりたがる、わー、すごい、かっこいい、すごい負けん気の子でした。すごい、うん、そうなんですね。で大人になってからも、はい、まあ、あの大人になるといろんなことが細分化されて、ね、まあ、ちっちゃいことでも、はい、こう一番になれるっていうことあるじゃないですか。そうですね、うん、やっぱり一番って、ね、すごくこう気持ちのいいものでテンションも上がりますし、はい、やっぱりあの今でもあのちょっと一番目指したいなっていうことがいろいろあります。なるほど、はい、かっこいいですね。あ、そうですか、はい、私はなんか気持ちがいいなっていう感じで、なかなか、すごいです、はい、で私あの今月で25歳になったんですけれども、おめでとうございます。 ありがとうございます、はい、あの先生が、うん、25歳の時ってこう何をされて25歳ね、はい、あの23歳の時から会社に勤めていたんですけれど、はいはい、役員の秘書をやってたんです、はい、で、その私がついた役員の方がめちゃくちゃ面倒くさい方で、秘書がすぐ辞めちゃうんですよ、はい、あ、ちょっと気難しい。そうなんです、そうなんです、でね、長い方で3ヶ月、はい、短い方は1週間で辞めちゃったんです。あ、なるほど、うん、で、はい、私の場合ことぶき退社をする27歳まで4年間勤めたんです。すごい、うん、だ多分ねその頃から、はい、あ、なんかこう年上の方 と、どういうコミュニケーションを取るとこう通じるかなっていうのは、はい、なんとなく体で理解してたかもしれませんね。すごいですね、はい、やっぱ上の方と接するって結構私もうん、やっぱお会いする方で、ね、うん、上の方がやっぱ、うん、多いんですけれども、ね、なかなかやっぱ難しいというか、そうですよね、どう、そうですよね、失礼がないように、うん、そうですよね、と思いながら、うんうん、そういうところは割と身についてたかなって思います。あ、すごいですね、そうですね。で、ちなみにですね、うん、先生はこう、うん、先ほども恋愛の、ね、相談を受けることも多かったというふうにおっしゃったんですけれども、うん、こう先生はどんなこう恋愛からこう結婚そして今現在に、うん、そうですね、歌っているんでしょうか。うん、私大恋愛だったんですよ、そうなんですか、はい、でもね、はい、親から反対されて、はい、駆け落ちしてもいいかななんて思ってたんですけど、はい、私はもし駆け落ちしちゃったらね、はい、幸せになれないなって考えたんです。ですので丁寧に丁寧に親とたくさん話し合って、はい、こう歩み寄って、はい、親に OK もらって結婚しました、そうなんですね、うん、で主人はね
私の両親のことを結婚してからとても大事にしてくれましたし、私の両親も、はい、もう主人のことを何だろう自慢の息子みたいな感じですごい可愛がってくれて、はい、もう私の主人両親は亡くなりましたけれども、うんはい、最後まですごくいい人間関係だったと思ってます。すごいですね、うんそれを経てこう、うん、今のお仕事をそうですねつながってるかもしれませんね、うん、そうです、はい、いやかっこいいですよ聞いてるだけでもいえいえ私も理想はやっぱりこう恋愛して、うん、そうですよね結婚っていうのはやっぱりすごい憧れだなっていうそうですよね思います、うん、でもなるべく反対されない結婚になるといいと思いますはいですから、はい、ありがとうございます、はいでですね、こう日頃のこの活動と申しますか、うん、こうお仕事話に戻るんですけれども、はいはい、こう普段はどういった方からのご相談というのが多いですか。まず女性です。あ、なるほど。そして、結婚されてる30代、はい、40代の方が多いですね。そうなんですね。はい、そうなんですね。うんこう先生がこうご担当されていたこの中で、うん、例えばこう一番こう印象に残ってらっしゃるケースっていうのをちょっと簡単にあれば、はい6年前ですね、はい35歳で、うん初めてのお子さんを妊娠されて、うん、来月生まれるという臨月、はい、お腹の大きい臨月のお母さんがいらっしゃいました、はいうん、そして、ご主人と仲が悪いんですよでやり取りはメールだけ同じ家にいてご飯も一緒に食べるんだけど、はい、メールだけ、そうなんですね、はいはい、で、お子さん生まれたじゃないですか、はい、1ヶ月後に、うんはい、でその時も名前を決めるのに相談しなきゃいけないでしょ、はい、そうですね、うんはい、たらその奥さんは5つほどこう名前を候補を挙げて、はいはいメール送ったんですよ、はい、どれがいいですか、はい、で1個ご主人が選んでくれて、はい、それで決めたんだそうですもうメールのやり取りでそうなんですはあなるほどそういう状況の方が、はい、まあこれからどうしたらいいか私がアドバイスしたんですけれども、はい、まず彼女はね泣いてばっかりだったんですよですからもうね心をこうまず心のケアから、はい、いろいろな方法、うん、彼女に合った方法をご提案しました、うんはい、でまず、ね、穏やかな気持ちになってもらわないと次にいけないのでね、はい、で次にやっていただいたのが、はい、1年後の未来を見てもらったんですなるほど目標を立ててもらったんですそしてその目標を達成するには何をしたらいいか、はい、ということをアドバイスしていったんですねでまずそうですね彼女には、コミュニケーションの方法を学んでいただきました、うん、で彼女メールしかやり取りないじゃないですかです、ねはい、なのでメールどういう返信をしたらいいかをアドバイスしました、はい、例えばね、メールの中でも、はい、こうねぎらいの言葉をかけるとかあるいはミクさんどうだろうメールって短くなきゃいけないと思ってませんそうですね確かに比較的短いかもしれないですなんかこう、はい、メールは短い方が相手に迷惑じゃないとか思うんですけれども短くしてしまうと、はい、文字ですから誤解が生じるんですよあ確かにそうですね、うん、なので、省略をしない誤解が生じないように返信をするということを心がけていただいたらご主人がだんだんなんかあれ違うなっていうのを感じては、はいうん、ぽつりぽつりですけれど、はい、お話し始めたんですよ、それ自然に自然にですまずメール工夫していったらそうなったんです、はあそうなんですね、うん、で次に、はいお話しできるようになって、はい、次にそうですね彼女はね年上の姉さん女房だったんです、 そうなんですね、なので、うん、やっぱりついこう自分の意見を押し付ける、はいこうやった方がいいよ あやった方がいいよ多分ね良かれと思ってやってたんでしょうけど、はい、それをやっちゃったんですあ、うん、なるほど、うん、それをやっぱりご主人は非常に不満に思ってたと思うのねうんなのでご主人の意見を聞くあ、うん、これをやっていただきました、はいうん、そうするとね意見を聞くと自分を分かってもらってる
という感じがするじゃないですか。自分の思いを伝えるってこと、ね、そうなんです、はい、でね、意見を聞くっていうと話し合わなきゃいけないと思うでしょ。そうです、はい、で普通話し合いって、はい、夫婦の話し合いって、はい、引っ越しするとか、はい、子供の教育どうするとか、そうですね、めちゃくちゃ大きいことで話すじゃないですか、はい、お子さんが生まれたってなるとまたそうなりますよね、はい、でもね、そんなことばっかりじゃなくて日常的なささやかなことでも意見を聞くといいんですよ。ご飯何食べたい、そう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 、夕飯何が食べたい、あるいはこの週末何したい、あ、はい、これでまたご主人変わっていって、で、まあ、もちろん他にもいろいろやっていただいて、はい、目覚ましい変化があって、はい、1年後に彼女の目標だったタワーマンションを購入して入居する、はい、あ、はい、そしてそのマンションのあお庭で、ね、赤ちゃんを乗せたバギーを2人が押して散歩する、それを手に入れたんですよ。あ、すごいですね、うん、自然にこうなるんです、うまくこうなるんです。でご主人の方はなんかわかんないけど、なんかわかんないけど仲良くなっちゃったって感じそうなんですね、うん、なんかこう結構昔のことを思い出すというか、うんうん、こう恋愛してた感じをこう思い出していくっていうのもあった、多分そうでしょう ね、 うね、なんか心地よいんですもん。あ、うん、これがね実は愛情なんですよね。すごいですね、うん、そうなんですね、うん、やっぱりこう例えばこう相手を尊重するじゃないですけども、はい、そういうことがやっぱ大事、うん、あ、それがもう一番大事です。そうなんですね、はい、コミュニケーションというか、うん、人間関係良くする一番の肝は相手の価値観を尊重する、それです。なるほど、こう分かってあげるっていうのも、ね、そうです。そしてね、あの夫婦といえども、はい、あるいは恋人同士といえども、うん、あるいは友人といえども、はい、あの価値観って絶対違うんですよ。そうですね、うん、確かに、ね、はい、でその違う価値観をいちいちカチンカチンと来てたら喧嘩になるじゃないですか。でもそこをあの相手が持ってる価値観を大事にして歩み寄ると仲良くなるんですよ、はい、なるほど、すごい。もう本当にそれだけなんですけどね。でもできてる人はもしかすると少ないのかもしれない、ね、はい、あ、そうですね、うん、なるほど、非常に勉強になりましたありがとうございます、はい、ではですね、このあたりで、今回の、ゲスト金田秀子先生からですね、はい、あの告知などございましたらお願いします。あ、はい、私あの本を書いてまして、ありがとうございます、これお願いしますね、はいはい、50年後も愛され妻でいられる方法、はい、蔦書房から出てます、はいはい、これもう6年前に書いた本なんですけれども、ね、ずっとあの買ってくださる方がいて、今でもあのネットではあの購入できますので、はいはい、これ、もちろん夫婦関係について書いてますけれど、はい、もう人間関係 の、 あの根本は同じですので、はい、皆さんの役に立つと思います。はい、いいですか、これねミクさんに差し上げますので、いいですか、はい、あのサインもしておきましたのであありがとうございます、はい、どうぞあのこれからいい人見つけて、はい、50年後も愛され妻でいてください。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すごい嬉しいです、お役に立つと思います。ありがとうございます、はい、これ以上素敵な女性になったらどうしましょう、はい、すいません、ありがとうございます、はいはい、では皆様ぜひお買い求めいただけたらなというふうに思っております。それではですね、今回のゲストはですね、今注目の男女問題研究家、金田秀子先生でした。本当に先生、お忙しい中本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後まで お聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。そして今回のゲスト出演していただきました、金田秀子先生、本当にありがとうございました。たくさんあの貴重な、ね、お話を、ね、聞かせていただき、お話、ね、していただきまして本当にありがとうございました。そしてこの50年後も愛される妻でいられる方法、この本もですね、あのいただきまして本当にありがとうございます。たくさんね拝読させていただこうと思います。本当にありがとうございました。またお会いできたらなというふうに思っております。ありがとうございました。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方お耳にかかり夕方6時にお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。